にちは、井上です。今日はですね、ちょっと家族旅行に来ておりますんで、妻にまたインタビューしてみようかと思います。独立してどんな感じで仕事、あんまり喋ってないんですけど、近くで見ててどんな感じに見えるかと、効率化ということでちょっと伺おうかと思うんですけど、何か質問ありますか？ちょっとこの辺にいます。効率化を、はい、効率化ってどんな感じで考えてますか？そもそも必要ないところに時間をかけず、必要あるところに時間をかける、そう、必要ないところに時間をかけなくて、だからちゃちゃって済ませられるものはもうちゃちゃっと済ませると。具体的に言うと、どういうものが効率化できる内容に、例えばお客様からデータを受け取って、それを税理士業で集計したりチェックするっていうのは、もうそのプログラミングとか組んでればサクッとできることで、そこは時間かけないと。ただチェックするのには時間をかけると。でお客様と話すのも時間をかけると、そういう感じ。他に効率化できないなって思ってる業務って逆に何ですか？この YouTube も極限まで短くしたとしても、10分撮って10分、20分23分とかですよね。だからそういうのはできない。で、ブログも、なんだかんだ40何分で書けなくはないけど、もうある程度かかると。で、お客様との打ち合わせも、じゃあ、3分20秒、7秒で済むかっていうと、そういうものもあるけど、そういうのはメールでやればいいわけだし、それもなかなか。あと、個別コンサルとかの90分だと、それを効率化するっていうのはできないから、その90分の時間を取れるように時間を空けてるつもりで、セミナーも効率化できない。めっちゃ効率化しました今日はって、5分48秒でお伝えしますとか言ったらちょっとクレームが来ると思うんで、だから そういうところは一応考えてます。ある程度その時間が決まってるものに関しては、その時間をちゃんと使うって。そう、じゃあ効率化できるもので、はい、今その、データ入力とか、はい、そういうのはプログラミングできるよって話が、はい、他にも短くできるもの、もう郵送とかやらないでいい。ファックスとかメールでピピッと送ればいいし、お客様とドロップボックスで共有してればその連絡すらもしなくていい、お互い通知が行くから。そう、で何よりも仕事を減らす、そしたらもう効率的じゃない、あと少ないっていうの。仕事を減らす、うちら8時間働かなきゃいけないってわけじゃないんで、効率化することで作業を減らすみたいな感じです。うん、作業も減らすし、いわば打ち合わせ自体も減らしてます。この時期普通だと、じゃあ50件とか100件とか確定申告やってたら、じゃあはい、できました、じゃあってわけにはいかないでしょ。その話をして、今回税金こうでって。そうか、確定申告でそれに対して全部打ち合わせが発生してくる。そう、そこが問題で、それでお客様一人一人からのメールもあるわけでしょ、だから増やさない。そうなんだ。そうか、その確定申告自体を最終的にすれば済むわけじゃない。で、その確定申告を提出するっていうのも作るっていうのも、RPA とかで効率化できるはできるけど、もう一定の時間はかかる、それはeTax が使いにくいとか、税金のソフトが使いにくいとかっていうのも含めて、だからどんなにやっても、17分ぐらいで済むかわかんないけど、そこは。その、税理士としての業務を、確定申告って結構ね、やってる方多いから、その辺の業務としてあると思うんだけど、それを、仕事を減らしてしまった場合に、やっぱイコール売上が下がってる、そこはもっとその時間のかからない、効率のいい仕事で売上を上げるみたいな、そう、ね、単価を値付けをちゃんとするっていうことと、昨日もお買い求めいただいてたんですけど、動画でやるとか、でお申し込みいただいてたりとか、オンラインサロンとかもそうだし、だから自分が、YouTube なんかもこう喋って15分喋って、一応
理屈的には売り上げが無限に上がるわけでしょブログもそう、本もなんかもそうだし、その可能性がゼロの仕事ってあるわけなんで、まあ、その目の前のお客様にこう何か、ね、このご満足いただければご紹介いただけるっていうのも一つの手だけども、それだと件数が増えていくでしょ、仕事が増えていく、そうそう、だからそこはまあ、あまりご紹介いただかない方がいいと。で、ご紹介ってやっぱりずれるんで。ああ、ね。そうそう、うんうん。すごいいい子がいてねって言っても大体ずれるでしょ。うんうん、いい人がいてねとか。そう、そういう紹介はちょっと、うん、怖いとこがあるんで、どんなにいいお客様でも、やっぱりそこは違う可能性があるんで、そこ、もうそこで増やさないようにしてる。うん、増やしたいなと思った時は、あ、仕事、まあ、増やしたいなと思うときはセミナーを、自主開催セミナーやるとか、うん、Kindle 本書くとか、だからセミナーをいっぱいやってるときは、あ、売り上げちょっと少ないんだなと思う。ただ2月はちょっと別で、2月はこの確定申告期にセミナーやるっていうことが意味があると思ってるんで、ネタとして忙しくしていや、遊びに忙しくしてるよねそう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 そのちょっと仕事量が増えたときにあえて攻めるみたいなことをやって、そういうことをしないとやっぱいつまでたっても効率化できないんで、だからずっとこのプーアルと戦ってたら強くならないわけでしょ、セルとかブーとかと戦わないといけないわけなんで、でそれをじゃあそういう手応えがある仕事があるかっていうと、まあそれはあるはあるけど、なかなかそこを選ぶよりはなんかちょっと新しいことやるとか、そういうことを難しいことやるとか、うん、ブログやるとか、そういうことでちょっと鍛えてるつもりでございます、はい、のほほんとしてのほほんと働き方としては羨ましいなと思って、いやでも今日もブログ書かなきゃいけないし、まあね、今日4時に起きてね起きてるわけなんで、だから どっちがいいかって話だよね、だから今日月曜日で、まあ、これから USJ に行くけど仕事を一切しないわけでもなく、でももう YouTube 今撮ってるし、ブログもまあブログは新幹線の中で書けばいいんで、で今日やることっていうのはあるけど、まあそれを好むかどうか、ね、完全なオフがいいって人もいるし、でもまあなんだかんだ毎日ブログやってた方が効率的になるような気がする。結構そのブログを、うん、その絶対にやらなきゃいけないこと毎日で決めているけれども、はい、うん、結構夜やったりするんですよ、うん、結構あのプレッシャーというか、なんか終わらなかったらどうしようみたいにならないのかなって思う、うん、なんか先に終わらせない、ああだから基本的には先に朝終わらせてるけど、それが、まあ、2月はちょっと夜やってた時もあって、ね、まあ、昨日とかマラソンなんで夜やってたけど、その朝終わるまでに、朝に終わらせられればそれはそれでいいけど、今はだいたいまあ終わるかなっていう自信はあるんで、まあ寝ないってことはないけど、うん、でちょっとさじ加減も変えて、時間がないときはちょっと書きやすいネタとかにしてる、あんまり画像を使わないとか、昨日とかでもマラソンネタとかだと、まあ別にあのその画像スクリーンショットを撮りながらっていうのは時間かかるんで、 あとは写真が決まってないとか、うん、ブログの記事の写真が決まってないとかって、そういうのは一応さじ加減は考えて、だからいろんな球を投げれるようにした、だからいつも全力は難しいわけでしょ、難しい、でもそれを淡々と続けるのが大事ではあるんでうーん、なるほど、だから夜やるときはまあまあ致し方なく朝の時間が欲しかったってことなんで、それはだから効率ができてないのかもしれないけど、その日はでもそれが遊びに行ったりとかの時もあるんで、なんかそのブログのネタをね毎日考えてるでしょ、なんかこう貯めてってるわけじゃないから、貯めてっているんだったらなんかほら後回しにしてもなんとかなりそうだけど、毎日その時その時で考えてるから、まあでもやっぱその旬のネタっていうのがあるんで、自分の中の溜めてても、あ、これはもういいやって思ってたり、でちょっと
ネガティブなこととかイラッときたとこなんかはうまく出せないといけないんで、これは書けそうだけどちょっと今書くとまずいなっていうのとかあるんで、だからやっぱその今考えないとって意味がある。あ、でもそういうネガティブなやつはちょっと寝かせて後で書いたり、そう後で書いたりと、それをそのネタを貯めててもあんま意味がないっていうのもあって、賞味期限もあるしで、そういうのって他のメディアとか見ててもわかるんで、なんとなくこれは今の旬じゃないなみたいな、この人にとってなんかってとりあえず書いてんなみたいなのってわかる。うん、なんかその なんだろうな、熱意というか熱量っていうのがないと意味がないかなと、ブログに。なんか続けるだけでも意味がないし、でも続けまた続けなきゃいけないでしょ。うん、でもひとまず続けてでもあんまりあれなく、まあでもある程度の熱を入れつつ、そうそう、思う。その熱ってやっぱ大事な気がするし、だからこれが好きなんだとかこれが得意なんですとか、こういう方にお役に立ちたいんですみたいなのがないと、なんか結局確定申告とは3月15までにやりましょうとかって全く意味がないよね。広報かとかも、そう、そう、広報とか大企業のオウンドメディアとかっていう、いうやつあるやん。うん、しょうもない、スタッフブログとか。もう熱がないしょ。嫌がられない。でもなんかあるのもあるよ。ね、ものによってはそのスタッフブログの熱があるのもある。そうそう。だからその熱ってのは大事なんで、そうすると今書きたいとか、今これをやりたいとか、そういうネタじゃないと意味がないかなと思うんで。そう思ってはいるけど、まあでも困ることはあるわね、月に 1,2 回そうだね、困るけど、まあ今日はもうネタは決まってるんで、決まったら早いね、決まったら早いね。だから独立するんだったらブログは必須かなって。まあ必須じゃない人もいるけど、必須じゃない人もいる。いやでも必須ってことになったら、ブログやってない人は食べていけないってなると、その理論は崩れるわけでしょ。だから別にそれでも食べていけるし、紹介だけでうまくやってる人もいるし、その人それぞれじゃないかねと思う。その好みがうるさいんで、紹介とかで、あ、ご紹介だからって一生懸命やるっていうのができない。基本的に必要だった。そう、ね、その商談って苦手なんで、その値段交渉したりとか、その場で、そうそう、それはめんどくさいんで、まあ、それだったらひたすら、まあ、逆に言えばブログ書いてさえいれば営業になるっていうのはありがたいね。だから同じような人は、まあ、ブログ書いた方がいいんじゃないかなというし、で、口下手だし書き下手って、もう両方どっちかなんとかしないといけないよね。まあ、あとは人に、周りの人に恵まれるというのもあるけど、あとはなんか知らないけど食べていける人っている。これはいい意味で、うん、独立前すごい困ってますって言ってて、なんかどんどん仕事が増えてるみたいな、そういう星の下に生まれてる人もいるんで、独立するときに仕事周りの人に生まれてるわけだなと、恵まれてるってことだ、うん、まあそれは人徳の問題かわからないけど、人徳がないからそうなのかもしれないけど、なんか、ね、そういう星はある。だからそういう人はやらなくていいわけでしょ。うん、それはそれでいいんじゃないかなと思うし。じゃあそういうのか、なんだろう、ブログが向いてるなと思う人はブログをつければいいし。うん。書くのが好きだなみたいな。書くのが好き。そう、書くのが好きみたいな。なんかね、今日はマラソン。あ、昨日はマラソン。今日は USJ。いつブログ書くか。楽しいって思う人が向いてる。そういう人いるでしょ。なんかね、おとといお会いした裕次郎くんもそうだね。そういうタイプ、そういうタイプ。そのピンチで書き続ける自分大好きみたいな人は向いてると思う。企業自分大好きになるもんね。でも結局自分大好きじゃないと、いや、その嫌いな自分を売りますかって話でしょ。そこはやっぱり良くないとは思う、ね。まあもちろんその冷静に見る目も必要だけど、
と思いますね。だからその書くのが好きというか続けるのが好きというか自分を表現するのが好きか、だから情報を発信してもしょうがないと思う。右から左にニュースとか出したって別にねと思って、それは常にたまに書いてるけどなかなか伝わらず、自分がどう思うかみたいな、でそんな書いてピッとアップしちゃえばいいわけで、それを人に言ってでコメントもオフにしとけば別に攻撃されることもないんで、だからそういうことをやっとかないと自分をいざという時に出せない。確かに、自分の考えとかね、そうそうそう、だから今でもでもその面と向かって 対面して話したりするときに、ああこれ言えばよかったとかっていうのはある。昔より減ったけどやっぱ多少はあるよね。でもそれを練習してなかったらもっと後悔してたんで、うん、あなんかよくわかんないけど値下げさされたとかなんかこれ本当は嫌なのにみたいな。今だったらもうブログでひたすら書いてるから、あちょっとそれ申し訳ないですけどできないですみたいな感じでスパッと言える。自分の考えがこう思う。そう、一応ね。だからそれは楽だし、ある意味効率的だよね。確かに。その判断に迷うというのが一番良くないし、その判断にもやもや考えるっていうのも良くないし、時間使ったのね、うん、スパッと断るとそれがまたネタになってブログで書けてみたいな、この20、30に美味しいみたいに。あ、なるほど。お金は失うことはあるけど仕事を断って、でも大体それはでも究極的に言うと断る仕事を依頼いただくっていうのが良くない。だからもうこの人は絶対無理と思う人からご飯誘われた時点で負けだと思う。いい顔してると思う。うん、そうそう、そのバリアって大事な気がして。今はその精度は高い、ね。だからそこのストレスはないかなと。だから結果的に言うとちょうどいいぐらいに仕事になってるけど、まあそれがいつまで続くかっていうのわからないからまたブログを書いてるみたいな。それはね、もう飽きたって思う人もいるだろうし、新しく来る人もいて、そうそう、循環していくと、うん、でもそこをこう、まあ、あんまりお客様を留めておくというのも変だしというのはあるし、だから日々書かなきゃいけないってところでしょ。ブログだけじゃないけど、まあ、メルマガとか YouTube も含めて、だから発信すべてって感じ。まあ、だから日々書かせていただいてるわけなんですけど、まあそこが何ですか、今日のテーマで言うと効率化なのになんでブログ書いてるかってことか。あ、でも効率化、うん、で、そう、効率化、まあ効率化イコール仕事を減らす、苦手なことを減らすって考えたらブログを書くって感じ、ね、でそれでミスマッチを減らすっていうので、じゃあブログ書かなきゃいけないからどうするかってなると、パソコン常に持ち歩くみたいな、遊び行く時でもなんでもで、うん、でひたすら続けるみたいな、それがこう回るようになれば効率的になるかなと。ブログのまあ、2時間かかるって言うけど、まあ、今90分投資して今の状態をこの手に入れられるんだったら安いものかなって気はするけどね。けれど、まあ、今の状態というのはどういう状態かあれだけど、まあ、USJ のね 1.5 日パスで迷うぐらいの稼ぎですんでね。だから、ワンデーパスだと2万2000円か。で、1.5 日だと3万4000円で。で、昨日ホテルに着いたのが14時ぐらいだから17時からって。そういうのお金があったらパッと出すのかなと思ったりするけど、まあわかんない、ね。使える場合もあるから。そう。まあでもそこの1万2000円を出せるようになって、
時間がなくなるんだったらっていうのは、そういうのはやっぱり考えるよね、うん、だから今の売り上げの2倍になった時に時間がなくなるんだったら興味ないかなと、うん、まあ皆さん興味あるかは分かんないですけどあんまりお金の使い方が変わりそうな雰囲気はないよね。なんか好きな、うん、出すところと出さないところがすごくこう、まああえて言うと2倍になったら車買うかもしれないけど、でもそれがいいかどうかよね。で今のところ2倍、時間を守って2倍っていうのは可能性はないけど、ない、あ、可能性がないことはないけど、どうなのね、もうちょっと時間を増やさないといけないのか、目の前の仕事の時間が増えるんで、そうするとブログとかがの中長期的なことができなくなるんで、そこは難しいよね。かといって値段を上げたところで2倍になるイメージはないし、でも大体ね、そのうちの2倍とか3倍とか稼いでる人はだいぶ疲弊してるし、ね、そうだね。でもそれがね、今ののらりくらりの言い訳かもしれないし実は同じような時間を使って、あ、そんなに変わんないかもしれない、変わんない人もいるかもしれないでしょ、まあ、そこはね、分かんないです。家庭崩壊とかになってるところもあるわけでしょ。家庭崩壊、うん、いや、その稼ぎすぎてとか、稼ぎすぎて家庭崩壊、いや、それは崩壊するわね家にも帰らず、ああ、帰らずね、はあ、仕事ばっかりしてるて、ね、うん、だから食べていけなくなるっていうのも怖いけど、そっちも怖い、ね、うん、で、そうするといろんなイベントも行けないし、マラソンもできないし、ゲームもできないしっていう人生がいいかどうか、うん、でもそれはやっぱり言い訳かなとたまに思うけど、いやでも言い訳ではないだからひとまずはその効率化っていうその軸は外さなければ、売り上げが増えていった時にそこにちょっと戻れる、ね、時間を重視してれば、うん、でも確かに 1年ちょっとがむしゃらに働いて、じゃあ1億とか稼げれば、で、あとはゆっくりすればいいとかっていう考えもあるだろうけど、でも今まで試した結果、そんな1億は行くイメージは湧かないね、どんなに働いても1億ね。で、まあやるとしたら経費使って、で、利益は少ないと、今より利益少ないってことになると、それはそれでいかがなものかなっていうのがあるし、そういう言い訳をしておりますもっと働いたらいいかなと思うかもしれないけど、そんなにサボってるわけでもないしね、今日もなんだかんだ新幹線寝なければ8時間ぐらい仕事する、多分ね、4時からでしょ、今その3時間仕事してるんで8時間はしないか、まあそんなわけで、はい、まあ、あの効率化ってそんな感じで考えております。じゃあ、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。